ビューローとは、1924年3月の日本共産党の解散後に、残務整理のため設置された事務局及び、翌1925年8月に結成された共産党再建を目指すグループのこと。1924年3月の森ヶ崎会議で日本共産党の回答が決定されると、同時に将来の党再建の可能性を考慮して、 残務整理のための事務局が設置され、この組織はビューローと呼ばれた。このビューローを構成したのは、青の末吉、佐野文夫、北原達夫、徳田九一の4名である。この後、第一次共産党結成の中心であった山川人氏は、方向転換論を提唱して、ビューローとは距離を置くようになり、この動きがやがて後の老能派形成へと向かう。 1924年5月に、コミンテルン第5回大会が開催されると、日本代表としては、片山戦、副代表として、佐野学部、徳田九一、近藤映造の3名が参加し、日本での共産党回答を報告したが、コミンテルンはこれを受け付けず、直ちに党西県の指示を出した。これを受けて1925年1月には、ボイチンスキーが、 コミンテルン局等セクションの上海会議を招集、佐野学徳田九一、佐野、青野、荒畑が参加して、一月定税が作成され、共産党再建が決定された。この結果、本来、残務整理委員会であったビューローは再建のための組織に改編された。一月定税によるビューローの再編と、同時期、ビューローとは別に、佐野学市川翔一、 北浦センタローラにより、党債権を目指す、共産主義者グループが結成された。これらの動きを受けて、同年8月には、拡大会議が開催され、これらのグループは、債権ビューローへと再編された。債権ビューローの委員長には、徳田、政治部長には、佐野学青年部長には、北浦、関西担当には、荒畑が就任した。しかし、1926年春、 ドイツ留学帰りの新進経済学者、福本和夫が山口高賞教授を辞職し上京してビューローに参加すると彼の提唱する福本イズムが急速に影響を拡大していくことになった。この過程で荒畑は福本理論の信奉者から強く批判され共産党との距離を置き山川らのグループに接近するようになった。そして同年末五色温泉において 日本共産党再建大会が開催されたが、この時中心になった人々はいずれも、福本の強い思想的影響下にある人々であった。ありがとうございます。